台風10号の最新の情報をお伝えいたします。まずは衛星画像で台風の状況から確認していきます。この時間、可視画像で見ていきますと、台風周辺の活発な雨雲、だんだんと明瞭な渦を巻くようになってきまして、台風特有の形が現れ始めております。まだ台風の目は見えておりませんけれども、中心の勢力は23日の9時現在で最大風速が30メートル、気圧は985ヘクトパスカルと徐々に強まっているような状況となっております。現在は北に10キロで進んでおりまして、しばらくは北寄りにゆっくりと進む見通しとなっております。この後も発達を続けまして、24日の9時には中心付近の最大風速が35メートルに達して強い勢力となり、その後は若干進路を西寄りに変えて、26日から27日が発達のピークになる見通しです。中心の気圧は950ヘクトパスカル、最大風速が40メートルと強い勢力です。このタイミングで勢力を強めますと、上昇気流が発生して、それが東側で下降気流になることで、太平洋高気圧の勢力を強める分だけ西寄りに進路を取るということになっていきます。この辺りの海面水温を見ていくと、ちょうど西日本の沖合ですね、30度以上の高い領域というところが広がっておりますので、しばらくは徐々に発達していくんですけれども、日本に比較的近いところに入ってから発達のピークを迎えるということになります。またこの台風の発達に大きく寄与します上空の風の流れを見ていきましても、ちょうど西日本の沖合のあたりですね、上空5500メートル付近も西寄りの風が吹いている。そして上空こちら500メートル付近、比較的海面に近いところでも西寄りの風が吹いているということで、海面付近と上空の温度差が、風の差が少ないことで、雲が高いところまでまっすぐと発達することができるということで、台風の発達しやすい環境であるということが言えます。この台風は強い勢力を保ったまま徐々に東寄りに今度は進路を変えて日本列島に上陸する可能性が高い状況です。ただこの上陸のタイミングは上空の気圧の谷、そして強い西寄りの風であるジェット気流の位置ですとか南下のタイミングによりまして多少変わってくる可能性があります。このジェット気流の南下のタイミングが遅れますと台風の接近上陸も遅れてやや西寄り、そしてこの気圧の谷が早まりますと上陸は早めで東寄りということになります。まだ上陸の位置ですとか接近上陸のタイミングというのは多少ずれてくる可能性がありますので、このあたりは最新の見解をご確認ください。また台風の接近前から日本の近くにはいわゆる秋雨前線が停滞するような形になります。ここに向かっては南からの湿った空気、台風の間接的な影響で流れ込みやすくなりますので、台風のから離れた日本海側ですとか東北でもこの25日頃から雨の強まる可能性があります。その後、台風の接近時も前線が伸びるような形になりますので、台風の近くだけではなくて、こういった前線の近くでも雨の強まる心配というのが出てきます。この台風に関しては、西日本から北日本広範囲に影響が及ぼすこと、そして影響する期間も長いということになりますので、今年の台風の中では今のところ最も警戒が必要といった状況になっております。最新の台風情報などはウェザーニュースアプリからご確認ください。